飛ばすぞ。神楽千年祭執行部の皆さん、お相手をお願いしてもよろしいですか。ユミちゃん、忍びの棒踊りをやる気になってくれたんですね。いいえ、本音を申しますと、櫓など壊したくはありません。私はいつまでも黒影おじい様と一緒にいたい。ですが、忍びの盆踊りで勝利してしまえば、元の世界に戻ることになります。もう勝ち抜く気でいるんすか。大した自信っすよ、本当。ええ、おじい様が望むのなら、私はそれを成し遂げるのみ。おじい様、おじい様って、これまた立派なおじいちゃん子ですね。もうおむつは取れたんでちゅか。おしゃべりはもうよろしいですか。よろしければさっさと始めましょう。へえ、なんか雰囲気変わったね。これが月仙リーダーの本気ってわけ。そうじゃ、わしらは黒影様の思いに応えたい。黒影様は私たちが立派な善人であることを望んでるもんね。ああ、この世界で安穏として生きるという選択を許してはくれないのだ。だから辛くても戦うよ。うおー、激アツな展開じゃないっすか。うちは今猛烈に感動してるっす。花火お姉ちゃん、敵に感動しないでよ。そんなの無理っすよ、カフルちゃん。人を感動させるのに敵とか味方とか関係ないっす。おー、猛烈。わかったわかった。いいから早く涙を拭きな。ついでに鼻水もね。ったく。ほら、拭くものがないなら私の服を使いな。やれやれ、殿下、人前で服を脱ぐのはほどほどにしな。恥じらいあってこその乙女だよ。それにしてもユミ、黒影はお前たちをいい忍びに鍛えたようじゃな。黒影おじい様をよくご存知なのですか。ああ、半蔵ともども腐れんじゃ。そうですか。ならば余計に全力で行かせてもらいます。言うね。決戦のみんな、戦う気になったんだね。ちょっと影から見させてもらおう。ユミ、鎮魂の夢に沈みましょう。開始。その程度で止める気ですか。はい、眠りなさい。そこですか。はっし、撃たせていただきます。はっしゃし、いけつけ。そこですか。しゅしゅ、眠りなさい。眠りなさい。はっ、はい、眠りなさい。はっしゅ、はいしゅ、はいしゅ、撃たせていた。そこですか。しゅ、はい、眠り力に。はぁ、忍び、転身。はい、はい、しゅ、はっ、くらいです。許します。進め。お別れですね。
邪魔をするのは打ち果たします。しっかりだ。くらいなさい。はいはい。くっ、これだ。おじい様も喜んでくれるはず。そしてこのまま戦いを続けていけば、忍びの盆踊りは終わり、黒影様とも。やっぱりみのり嫌だよ。黒影おじいちゃんと別れたくない。こら、みのり、泣いてはダメですよ。ノリがそうやって泣いてしまったら、わしもっていうか、せっかく会えたのに、どうしてまた別れなくちゃいけないのよ。意味不なんだけど、ひどすぎるよ。皆さん、さあ涙を拭いて。おじい様の前で泣き顔は禁物です。笑顔で勝利を報告しましょう。ユミちゃんたち、黒影さんのことを心から大事に思っているんだね。なんだろう、偵察に来たのに涙が出てきちゃうよ。どうした、リョウキ。さゆり様、私は死んじゃった方だから、残された方の気持ちってよくわからなかったんです。でも今のユミちゃんたちを見て、ん、私やっぱり死にたくなかったです。リョウビちゃんとリョウナちゃんをあんな気持ちにさせたくなかった。すまないね、お前みたいな若者を死なせて、こんな年寄りが長生きしちまった。あ、ごめんなさい、変なことを言ってしまいまして。
でもその償いはきっちりするつもりじゃよ。はい、私も精一杯お手伝いさせてもらいます。リョウビちゃんとリョウナちゃんだけじゃなく、この世界を救う若い忍びたちのために。至極に存じます。